猛暑に脱猛暑なんつって、結構怖いわ怖いわ、バーチャル世代怖いわ。でもまあ身内に脱毛症の人がいたら笑えないしね。ちょっと反省。よし、久しぶりに抜いてみますか。殿下の宝刀を。ねえねえね、ムカデに襲われた人が何て言ったか知ってる？ムカデが向かってくる！つってね！びっくりしたー！びっくりしたわ。なんなのこの子ら、ここまで脳目を通せるなんて。あ、いや待てよ、もしかして聞こえなかったんじゃ。ありゃりゃ、聞こえなかったんじゃ仕方ないか。よし、ムカデに襲われた人が言ったんだって。ムカデが向かってくるつってね。これほどの猛者とは。いや、もはやこれは覇王のレベルに達して、もしかして、もしかして今のままのレベルで収まるなっていう、私への、私への、ここで引き下がったら、ここで負けを認めたら、二人の期待を裏切ることになる。だから引けない。引けるか、チリの予習は。わっちー、
この公式の X にこれを代入して答えを導いてやると。それからこの Y を…部長。ホギー、なんだよ久しぶりに顔見せやがって。3ヶ月も幽霊決め込んじゃってさ。どうだ元気か？はい。いやちょうどよかったよ。今すげえ暇でさ。なんかして遊ぼうぜ。何する？一斉のせいとかする？退部しに来ました。映画が始まる直前に、なんで咳払いしちゃうんだろう。でさ、その時さ、エボシ、フェッちゃん、笹原見なかった？笹原？お、私、屋上の階段上がってくの見たよ。ありがとう。朝から美里も大変だね。青春ですな。ちょっと見に行っちゃおうか。もしかしたらってこともあるからね。おう、青空に雲をたなびく右手かな、笹原。上出来じゃないか。ちょっと笹原、あんた自分がやったこと分かってんの？私は天気が良かったので屋上で一句ひねっていただけだ。違うわよ、これよこれ。あんた身に覚えないの？これは私のではないか。どうして立花美里が持っているのだ？何勘違いしてんの。あんたがゴミ捨てるから私が拾ってあげたのよ。いやいや、捨てたのではない。うっかり落としてしまったのだ。それにこれはゴミではない、ハンカチ。何よ、あんたの持ち物なんて全部ゴミじゃない。なぜ落とし主が私と分かったのか。家の方角は全くの逆であろうに。しかもアイロンまでかけてある。バッカじゃないの？何その勘違い。たまたま世界の真理を考えてたらそっちの通学路に行っちゃっただけなんだから。わざわざすまんな、立花美里。あんた、朝、物よく落とすでしょ。自分ではあまり気づかんが、どうだろう。そうやって街、汚されるの迷惑なんだけど。私がそのゴミ拾ってあげてもいいんだけど。わあ、勘違いしないでよね。ボランティア精神にのっとってるだけなんだから。いやー、美里は相変わらずだね。目星、これどうしよう。ちょ、なんで持ってきてんの。どうしよう。置いてきなよ。いや、でもどうしよう。だから置いてこようよ。
全然助けが来ない。神も仏もない。昨日はとんかつ、まあいいか。あれ、どんくらい経ったっけ。なんか今ちょっと寝てた。あ、まあいいか。ちりとりでもしよっか。みかん。あ、ごめん。もう一回言って。なんて言ったっけ。け、け、け。全然違うこと言っていい。ラズビ。関口だけになっちゃったな。最低部員さんにいないと廃部になっちゃうんだけどな。何かいい勧誘方法があればいいんだけどな。部長、うちの部って何をするんですか。なんだ、いい勧誘方法が浮かんだのかと思ったよ。特に何もしないよ。位置について、よーい、ダン。
ちょ、やめ、こら、ユニフォームを取るんじゃない。いいじゃないっすか、関さん、ユニフォームくださいよ。だってほら、俺今日行って持っとってねし。いいんです、関さんの引退記念のユニフォームなんすかね。でもさ、引退試合で行っても取れない選手のユニフォームなんか価値ないだろ。なことないっすよ、俺関さん見てサッカー始めたんすから。ま、待て、分かったから、じゃあ俺のタイミングで脱ぐから、な、とりあえずその手を離せ。わかりましたよ。付き合い、なんかすんません。いいか、これからはもっと年長者を敬うようにしろよ。はーい。ったく、ほんとしょうがねえガキだな。よっ、やべえ、楽しい。待て、いとこ。最初は囲碁とサッカーを合わせた全く新しい部を作ろうと思ったんだ。で、この部を作った。しかし思いつかなかった。ブーメラン書いて、三角書いて、四角書いて。博士、そろそろ寝ましょう。はーい。博士、お菓子食べました？食べてませんけど。なんでそっぽ向くんですか？そっぽだからかもしれないけど。意味がわかりません。ああ、ほら、なんで寝る前にお菓子食べるんですか？これは博士じゃないんですけど。口にいっぱいお菓子のカスつけてるのは誰ですか？ごちょっと風邪ひいたかも。なんですかそれは。寝る前にお菓子食べちゃダメって、なんで毎回守ってくれないんですか？違うもん、だって坂本が食べろって言ったから。ぷ鼻ちょうちん出してる。傑作。話をそらさないでください。もう、ちゃんと歯磨きしてから寝てくださいね。歯磨きはしました。したってお菓子食べる前じゃないですか。そうです、磨きました。なんで照れるんですか。でも歯は一回磨いたらいいんだよ。よくないです、お菓子食べたんですから。普通なのは歯磨いたの？私はちゃんと磨きました。じゃあ私は寝る準備バッチリですよ。博士ができてないんです。なのはロボだから虫歯になんないけど。笹原ってばいっつも真面目に考えないんだから。
俺たちは一卵性ソーセージだぜ。だぜ。あちゃ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 。あっつあっつ。次回の日常は第9話。お楽しみ。あっつ。